はい、今日は小顔調整から帰ってきた後のツヤツヤ卵みたいなひまひまです。自分で言うことじゃないけど、一斉のせこんにちは、ひまひまです。今回ですね、みんな、まあ、結構見てくれてる子は中学生だったり高校生だったり小学生だったり大人の方だったり、まあ、たくさんの方が見てくださってるんですけど、まあ、みんなね、絶対一度は経験したことある女子のそう友達関係の悩みっていうのが、まあ、人生の中ではいっぱいあるわけですよ。で、私もね、もうめちゃくちゃあるわけ。私もすごい考えるタイプで、そのなんだ、友達との関係感とかめちゃめちゃ気にするのね。で、なんかそういうのがたくさん今まで人生であったんだけど、みんなもあるのかなと思って、今回インスタでね、ちょっと募集をさせていただきました。じゃん、こんな感じで友達関係のお悩みをたくさんね質問させてもらったら、もうめっちゃ何万人もの方がこう答えてくださったので、今回はそれをみんなで見ていこうと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まあきっとね、まあみんなお悩み持ってると思うんだけど、うわ、これ私もあるなとか絶対共感するとこ多いと思うから、まあ、見ていきましょう。いや、絶対共感する自信しかない。うわー、これね。じゃあ1個目、結構よくあるものからいくか。じゃん、偶数の人数でも絶対に1人になる。4人でも3対1で、6人でも2対3対1。なるほどね。これある、私もなの、これ絶対私もなの。みんなでいる時も、その偶数の4人で3対1でも、この3の人たちは別にハブろうとしてるわけとかでもないとは思うの。でもなんか自分的にはさ、なんかモヤモヤするじゃん、自分が1の方だったら。でもどうしようどうしようどうしようってなると思うし、でもなんかちょっとは気にしてほしいよね。この3対1だったら絶対1の方をさ、3の人たちは気にするべきじゃんって思います、私は。でもこの経験は絶対誰にしもあると思う。私もそう。次、これはあるある。いつも一緒にいる友達が休んだ時のぼっち、悲しすぎ。いやー、これもね、あるんだよ。なんかクラスによって結構友達の構成とかって違うと思うんだけどさ、もうこういうの嫌だ、本当にわかるよ。なんか私は二人組がありつつも広く友達のタイプだから、まあクラスの編成的にもよるけど、たまにさ、その二人っていう、そのもうグループがちゃんとできちゃってる系のクラスとかあるじゃん。あれとかになるとすごい辛いんだよね。でもひまも結構りんちゃんとずっと二人でいたから、そうなった時りんちゃんが休んだら結構悲しかったかな。あと、うん、中学校で F ちゃんでしょ、もう結構辛かったかも。お休みかみたいな感じでした。しんどーみたいな。次、うわー、これもね、わかるよ。仲いいと思ってた子が別の子とめっちゃ仲良くしてるのと、シンプル嫉妬する。そう、あのね、別に男女の嫉妬とかじゃなくて、普通に友達間でもさ、嫉妬ってあるよね。わかる。うわ、あの子って、これ結構必須公文かもしれない必須公文かもしれないんだけど、あの子って私といる時よりもあの子といた方が楽しそう。ってことは、あの子と一緒にいた方がいいんじゃない、一緒の方が楽しいんじゃない、自分と一緒にいるよりとか考えちゃうよね。これって絶対にみんなあると思う。みんなもある？暇はめっちゃある、ちなみに自分よりあの子といた方が楽しいかとか思っちゃう。もうちょっとさ、いや、やむとかまでそこまで全然いかないんだけど、結構、もや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 、どうしようどうしようってなります。でもその時とかは、今結構なんか他の友達に、ねえ、助けてーみたいなことはよく言いに行っちゃうかも。次。人間関係リセット症候群持ちだから、ある程度仲良くなると縁切りたくなってしまう。なるほどね。なんかいろんな種類の方いますけど、難しいな。でも全然あるんじゃない？別にだって今だって小学校の頃のお友達？とか、まあずっとね、ずっと LINE 繋げてるわけとかでもないし、いつの間にか削除されてることもあるし、全然。あるね。私今の時代別に LINE とかもあるから、そんな、気にすることもないと思うけど、でも本当に仲良くしたい子とかはさ、別にあっちからも連絡来ると思うし、こっちからも連絡したいって思うと思うし、それはまあ自分の、その子とどれだけ仲良くしたいかとによるのかな。もう5年くらい話してないとはもういいかなとか思っちゃうかも。でも友達はめちゃくちゃ大切にしたいタイプではあるので、自分自身が。なんかその子とどれくらい仲良かったかにもよるんだけどね。難しい！人間関係難しい！次！いじられるのが途中からめんどくさくなってしまう。なるほどね。そういうこともあるのか。私結構いじられるの好きだから。
自分で言うのもあれだけど、よく聞くのが、いじられ度がだん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 ヒートアップしてきて、いじめまではいかないけど、ちょっと自分がもう許せないぐらいまで来ちゃうみたいなのは聞いたことありますね。その子の好みとかにもよるけどね。半年ぐらい経ってその子の本性がちょっとずつ見えてきてっていうのはよく聞くよね。なんかそれでいじられがちょっと強くなっちゃうとまずいな。次、うわこれはあるね。たまに沈黙になっちゃって気まずい。これさ、どうみんな沈黙気まずくないタイプ？気まずいタイプ？これ結構分かれると思うんだけど、どうなんだろう。私はね、なんか別に仲良ければ別に沈黙でも気まずくないなって思うし、全然いいなって思うけど、せっかく一緒にいるなら話したいなって思うし、携帯ばっかりじゃなくて話したいなとも思うから、うん、沈黙気まずいってよりは話したいの方に行っちゃうんだけど、沈黙って気まずいよね。わかる。仲良くしたければしたい子ほど意外とネタがなかったりするの。なんなんだろう。でもそんなもんじゃない？意外と。意外とそんなもんじゃない？人間関係。深ー！今日の動画深ー！でも本当にそうだと思う。だって私もさ、 F ちゃんと最初さ、なんか沈黙の時気まずいとかあったと思う、多分ね。覚えてないけど。でも今はなんかすんごい仲いいし、沈黙も気まずくないぐらいまで行ってるから、それは一緒にいる時間解決してくれると思うし、沈黙が気まずいって思ってても一緒にいるならば、それは相手も一緒にいたいってことだと思うから、全然いいことだと思います。ねえ、これ超わかるよ。仲良く話している途中で急に相手が今楽しいかなって不安になっちゃう。ねえ、わかるわかる。なんかこの子ってあの子といた方がすっごい楽しそうに話してるじゃん。いや、まあ、ちょっとさっきのさ、まだ言っちゃうけど。ってことは、なんか自分って、この子にとっていい存在なのかなっていうか、この子にとっていいお話ができてるかなとか、すごい気にしちゃうの。え、それかな？マジでわかるんだけど。共感すぎて辛い。でみんなそうだよね。友達に彼氏がいて、それを自慢されるように話されて、なんて返せばいいかわからない。あー、あるわ。そういうのあると思う。だってなんかさ、難しいね。なんか自分にも彼氏がいて、もしね。で、あっちにも彼氏がいて、彼氏のお互い、彼氏の話をするとかならわかるんだけど、確かに自分がそういう経験ないのに急に言われたら、あーってなるかもしれない。わかる。私もね、全然彼氏とか元彼とかゼロ人だし、ないから、なんて返していいかわかんないかも、それこそ確かにね。それさ、言っちゃえば、もうこれ私なんて返していいかわかんないんだけど、みたいな。そういうの言っちゃダメなのかな？どう？みんな。なんか自分が全然興味ない話されてもさ、ぶっちゃけどんな話していいかわからないじゃん。でもその彼氏の話を気になる子もいると思うし、ね、今この言ってくれてる方はさ、あんま好きじゃないっていうか、聞きたいとは思わないわけでしょ？うん。だから興味があんまりないってことだから、ちょっと、わかった。ちょっと、なんか推しの話とかしちゃう。自分の。とかだったらいいかもしれない。次。うわー、むずいね、これ。体調崩して一週間くらい休んだら、グループでの会話ついていけなくて、疎外感。なるほどね。いやー、辛いなー。それわかるー。一週間学校にいないだけで、本当にネタって変わってるわけじゃん。で、例えば、何々が何々してたんだよね。お、マジでおもろいとか、そういう話を、もし4人グループで3人がしてる時とか、自分はさ、知らないからさ、ってなるじゃん。辛くないそれ。超辛い。だから私学校休むのとかめっちゃ怖いもん。ね、そういうことあるよね。でもなんかそれも受け入れてくれるような優しい子も絶対にいるから、世界中にどっかに絶対に。てか意外とね、近くにいたりするんだよね。で、私は経験談から思うんだけど、そんな時でも、ね、何々こんなことがあってさ、今度何々もさ、いる時ちょっと見てみてよとか、そういうこと言ってくれるような友達がいたら最高だよね。でもなんかそういう子に限ってさ、仲いいさ、二人組の子がいたりするんだよ。別に。なんかそういうのだと、あ、私行き場ないってなるんだよね。人間関係うまくいかなすぎてどうしよう。悩みない人いんのかな？ね、みんなさ、みんなネタないって言ってる。みんな多いのがさ、廊下を歩くときに、3人前、1人後ろとかになっちゃうんだって、やっぱり。それも辛いね。とか、仲良し4人組なので、授業で3人組作るのむずい。授業でよく、はい、じゃあ皆さん、3人組を作ってくださいとか、4人組作ってくださいって言われた時に、例えば3人組だったら、4人を作ってくださいって言われたら誰1人入れんのとかなるし、逆になんか、3人グループを作ってくださいって言われて4人グループだったら1人誰が抜けんのってなるし、結構辛くないそれ。いやだよ。いやもうそういうの大っ嫌い、本当にもう。なんでさ、グループをさ、3とか4とか作るんですかみたいな。思うじゃん。で、私今高校になってから全然なんかそういうのないんだけど、体育とかね、2人グループで、この、
運動してくださいとか言われるじゃん。あれとかもさ、先生さ、セロ順の前後でペアを作ってくださいって、もう指定してくれるならいいんだけど、自由にじゃあ作ってくださいとか言われた時のあの絶望感やばくない？待って、これどうしようみたいな。そういうのマジでわかる。本当にわかるよ。絶対ね、気にしたことない人いないと思う。いやー、みんな結構悩んでますね。次、毎朝同じ友達と学校行くのに話す話題がない、話してない時間が気まずすぎる。わかるよ。私も結構そういう経験あって、まあ、本人には言えないですけど今なら笑い話できるから言えちゃうけど、例えば中学の時とか、まあ普通に友達と2人で行ってたりすると、本当にね、話すネタがなさすぎて、うちの子は別に沈黙でも大丈夫タイプだったので、私は沈黙無理みたいな、朝から沈黙無理タイプだったから、話したい、さすがに話したいとか思って、もう考えていってたもん。今朝何話そうみたいな。で、最終手段、占いあるじゃん。占いをもう何個か調べて紙に書いて持ってってました。はい、じゃあ今日この占いやろうって言って強制的に話させてたけど、今思った日は迷惑だけど、なんかそうでもしないと沈黙の時間がもう嫌で嫌で、なんか悲しくなるんですよ、沈黙で。ああ、沈黙か、朝からみたいな。で、朝からテンション下がるのも嫌だから、自分的にもさすがに話す内容は考えていってました。うわー、これもわかる。愚痴ばっか言ってくる。あのね、これ多いあるあるだよね。愚痴でしかお友達になりませんみたいな、よく、まあ、小説とかで見ると思うんだけど、そういうのとかは本当の友達じゃないとか言うじゃん。でも実際本当に仲良くしたい子がじゃあ毒舌ばっか言ってたら、自分どうするのって考えた時に、今はいつも何するかというと、例えば毒舌をめちゃくちゃ言ってる子がいたら絶対に共感しないなんだろう、あーなるほどねみたいな。でも共感しないとぶっちゃけあんまり好まれないっていうか、この子に話したいと思われなくていいじゃん。そう。だから逆に、まあ、ほんとそれも嫌なんだよね。話しかけてほしいから、共感した方がその子と同じ話題にはなるけど、ただ、後々考えた時に、自分も思ってるもないのに共感することは絶対にいいことないって私は思ってるから、こそ、共感は絶対しないようにはしてるけど、みんなはどう？めっちゃ仲良くしたい子が毒舌言ってたらだよ。あいつうざいんだよね、みたいな。言われたら、うわ、なるほどね、みたいな。うわ、でもなんか、まあ、人間いろいろあるよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、ほんとに。うん。ひまひまちゃんが助けてあげるよ。みたいな感じで、言うかな。で、まひまあんま毒舌言うような子が、と、うん、お話が合うようなタイプではない気がする。自分的にね。するので、ちょっと聞くとなんか、つらってなっちゃうから、自分が辛くなっちゃうから、まあ、周りにね、今、めちゃくちゃ心優しい子しかいないので、みんな全然毒舌とか言わないんですけど、そういう状況になった時はぜひやってみてください。ということで、めちゃくちゃ質問もらったの。もうめちゃめちゃ。だからみんな本当に、本当に本当に、お悩みが本当にたくさんあると思うし、常に常にこう、たくさんね、悩むことも多いと思うんだけど、みんな同じ悩みを持ってるから、本当に一人じゃないので、みんな安心してください。今もめちゃくちゃ考えることいっぱいあるし。まあこれからもね、難しいけど、学校にいる以上ね、難しいんだけどね。ちょっと一緒にみんな乗り越えようね。また語る会しようね。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回は、皆さんに友達関係でのお悩み大募集でした。いやー、頑張ろうみんな。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。みんなまた語ろうね。あ、インスタのフォローお願いします。頑張ろう、ファイティン。でも私は二人組が好きなん、あ、ニキビ取れた。ちょっと待って、ニキビのかさぶた取れたんだけど、今ゴリゴリしてたら最近4粒ぐらいできたんですよ。そんなことは置いといて